皆様、こんにちは。ようやく対面で、資料センターの講座ができる運びとなりました。とはいっても、コロナ感染対策のために、皆様にはいろいろとご無理をお願いしたり、大変申し訳なく思っております。 本来でしたら農学資料センターの講座は、えー、予約不要というスタンスを取っているんですけれども今年度に限っては、えー、皆様にご予約いただくそして、えー、一列おきに座っていただきますのであの抽選で、えー、今日の講座残念ながらあ落選してしまった方もいらっしゃいます、えー、皆様はとてもラッキーな方ということになります。 私は農学資料センター長を務めている三浦博子です。どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> ありがとうございます。農学資料センターではですね、特別講座として人間国宝を招きして農学人生をお話しいただくのと。 それから集中講座としての「の源実供養」という作品を中心にいろいろな芸能や文化を考えていくという講座を考えました。今日は人間国宝のお話を聞くシリーズ第1弾でございますがこの講座では人間国宝というのがどういう方々なのかということをえ お話ししてよりこの後の友枝明夫先生のお話を楽しんでいただこうとそんなことで事前セミナーといたしましたそして、えー、今年は農学資料センター開設50周年ですのでその歩みもお話しできればと思っております、えー、まず人間国宝とは何か 最初に申し上げたように特別講座でご講演くださる人間国宝の皆様のお話をより楽しんでいただくために人間国宝というのがどういう存在なのかというのを、えー、私なりにお話ししていきたいと思います。でこんなお話をしようとなぜ思ったかというと、えー、00番、まあ、動機というんでしょうか。えー 農学資料センターで会議をしていた時にある農学士をお招きしようという話になった時にですね候補が2人ほどいましてお一人が人間候補の方でもう一人が人間候補ではなかった方なんですねどちらがお招きしようかという話になった時に私がこの人はやはり人間候補だからこの人がいいんじゃないでしょうかっていうようなご提案をしましたら。 別の方を候補に挙げていたある外国人の研究者ですけれどもその方がですね人間国宝ってそんなに偉いのかと、えー、自分の候補がどうも不利になってしまったということに対して非常にいいあの激しい口調でおっしゃったんですね。素、えー、素晴晴ららししいいされる農学士の方が人間的にかかどうか えそんな根源的なもことを問われたような気もいたしました。えー、今日疲れた気分がいたしまして、誰も返事ができなかったんですね。後からある物静かな研究員の方が、偉い人が人間国宝になるんだと心の中でつぶやいていたそうなんです。で、農協の役者さんのことを農学士と言いますが。 私の存じ上げている人間国宝の能楽師の方たちは皆素晴らしい演技をなされる上お人柄も立派な方ばかり、えー、どうしてなんだろうとその理由を考えていますと私なりにその時に考えたのは一つは能も狂言も演劇ですから集団で催すものです、えー、バランス感覚で舞台全体を見渡す そんなご性格が備わっているそうでないと舞台は務められないそんなお人柄の先生がほとんどであるということそれからもう一点は人間国宝を選ぶ手順が大変に緻密かつ丁寧で結果的に演技の上でもお人柄の上でも素晴らしい方が人間国宝になるこんなふうに考えました。 えー、この推論が成り立つかどうか、えー、そんなところで今日のお話の準備を進めました、えー、そしてですね、えー、今日のお話では2つ柱に持っておきましてゼロ構成の01となっておりますが「制度に見る人間国宝」それから「02」は能楽会に見る重要無形文化財といたしました。 でえー、ここでまず人間国宝の、えー、制度というのがどういうものなのかというのをひもといていきたいと思います。えー、人間国宝はですね正式名称は重要無形文化財括弧認定保持者あるいは重要無形文化財保持者括弧認定どちらでも結構だというふうに文化庁の方に言われたんですけどもこういう正式名称があります。 日本において最初の人間国宝に選ばれたその能楽界の人たちは写真に出ていますけれども14世北六平太赤く枠で組まれている向かって左側の方ですそれから高尚孝上に青い枠で囲ってある方それから川崎宮苑北六平太の右側に座っている方 人間国宝が30名選ばれた中農学会からは3名選ばれましたこの写真はですねその認定された日の写真ということですで下の方に文化財保護委員会としてこの30名の方の記念撮影をしている。 というものがございますで、十四世紀太六平太は能のして方え主役を演じる方ですねえそれから高尚光先生というのは能の生やし方え楽器の演奏家のうち小津住を担当していらっしゃいますえ川崎宮園は能生やし方で大津の方でいらっしゃいましたで、文部省の外局として文化庁が設置されたのが 1968年6月15日でございます。ですので最初に人間国宝が選ばれた時には文化庁がまだない時代だったということになります。で文化庁ができましてからは、えー、文化財保護委員会という委員会が文化財保護審議会と名称を変えまして。 文化財保護行政に関しては文化庁が中心的な役割をするようになりますですので第1回の人間国宝の認定というのはまだ文化庁ができる前にもうスタートしていたということになりますその文化庁が今文化行政でどういうことをしているか人間国宝の認定についてどういう役割をしているのかというのを追っていきたいと思います。 文化庁のホームページで発表されたものですけれどもちょっと読み上げますと文化審議会会長佐藤誠は7月22日金曜日に開催された同審議会文化財文化会の審議議議決を経て別紙のとおり重要無形文化財の指定及び保持者の認定などについて 文部科学大臣にしししままたのでお知らせしますこの結果官報告示のあとに重要無形文化財の指定件数は75件括弧認定の保持者数は110名となる予定です。で最初に文化審議会とありますがこれはですね先ほど言った文化財保護委員会が 文化財保護審議会文化庁の設置とともに文化財保護審議会となってそれがですねいろいろなああの審議会と、えー、統合しまして文化審議会となります2001年1月6日この日はですね文部省が文部科学省となった、えー、その日に文化審議会というのが立ち上がりましたので まあ今までの文化財保護審議会の流れを組んでいるのが文化審議会であるということがわかります。で、えー、重要無形文化財の指定及び保持者の認定、重要無形文化財保持者の認定というのが人間国宝ということなんですけれども、それを文部科学大臣に答申したというのは、文部科学大臣が諮問してきたわけですね。えー、今年の,その 重要無形文化財の指定及び保持者の認定には誰がふさわしいかっていうような諮問があったのでそれについて文部科学大臣にお答えしたということですそしてその重要無形文化財が何かということですね文化庁の資料そのものを読み上げますけれども我が国の伝統的な芸能や工芸技術のうち 芸術上または歴史上価値の高いものを重要無形文化財と指定するということです。で重要無形文化財というものが指定されるというわけですね。で例えば能楽というのが重要無形文化財に指定されています。でそれをその技の高度な体得者 体現者をその保持者または保持団体として認定するとなっております重要無形文化財の技の高度な体現者ですね能楽であれば優れた演者を重要無形文化財保持者とするわけなんです でここからがややこしいんですけれども重要無形文化財保持者には括弧認定と総合認定があるで括弧認定が人間国宝ということですね、えー、高度に体現している個人を認定するというふうに保持者について、えー、書いてございますで総合認定はですね重要無形文化財を体現している でそういう人たちがグループを作って演じている。例えば能楽は演劇ですから何人かの団体で演じるわけですね。でその団体ですね。能楽の場合はあの日本能学会という団体がその重要文化財のコードに 技術を体得している人々の集団として日本農学会という団体があります。で、その団体に対して総合認定というのはあのついているということになります。そしてその総合認定の団体からまあ格好認定個人特に優れている、えー、個人を認定するという、えー、制度になっております。 でえー、ここでですねちょっと注目したいのは重要無形文化財というのは、えー、芸能ですね能楽や歌舞伎や人形浄瑠璃といった、えー、芸能の演じての方が重要無形文化財を高度に体現しているということは想像できますけれどもあと工芸技術ですね。えー、例えば漆 などどですけれども、えー、出来上がる製品はあの形がありますけれどもその漆の技術を使ってある作品を作る技術というのは、えー、無形であるという考え方になっております。で、えーまあ、指定認定までの手続きといいますと、まあ、毎年1回あの 諮問を受けて文化審議会が答申していくというそんな手順を踏んでいると言えると思いますでこの重要無形文化財の認定ですねこれはですね文化財保護法という法律に基づいて行う文化財保護制度の一環ということでございます その文化財指定制度というのですねこれを立ち上げてから少し経った時ですね1958年に横道マリオ先生という方が「農学師長という雑誌に書いてあるところがありましてあのこんな考えで文化財の指定制度っていうのがあのスタートしたんだでこれは今でも踏襲されているということですのでえ紹介したいと思います。 現在の指定制度はあくまで芸能や技法そのものの価値の表示に目的があるのであって個人の功労に対するねぎらいとか表彰とか個人の名誉を表すとかそういったあ将軍的な意味は全然ありません芸能人として保持者に認定されることは無論喜ばしいことでしょうがと書いてあります。 えこれはですね重要無形文化財保持者括弧認定についてですねえその例えば能楽であれば能楽という芸能や能楽がえ培ってきた技法それそのものが価値があるんだということですね。だから人間国宝に選ばれたといってそれは個人の功労に対するねぎらいとか 表表彰ととととかか個人の名誉を表すすそうういいいった意味でではないということです芸能人として重要無形文化財保持者括弧認定になればそれは大変喜ばしいことである個人としては喜ばしいことであるでしょうけれどもその方が演じている芸能や技法に対しての価値を表示する。 ということは授業向け文化財の指定制度にあるということです。でこのですねあと私はああなるほどとてもこれは健全な発想なんだなと思いましたのは続いて横口先生は芸能の指定のことについてお役所から相談を受けたときにこんなふうに回答している。芸芸能能ののの指定はその芸能の名を挙げるだけにとどめて 個人は全く上げずに置くか、さもなければ、その芸能に参加するすべての苦労と保持者にするか。どちらかにすることが望ましいという意見です。これは、国が個々の芸能人に価値評価を与えるのは、原則として望ましいことではないと考えたからでした。当然ですね。今思えば、えっ、ー、と、国が芸術をあの、行っ。 孤児に対してあなたはうまいとかあなたはそうではないとかそういう価値評価を与えるというのは全くあのすべきことではないと思いますので、えー、非常に健全なあの意見で、えー、この横道先生はとあのお答えになったということができると思います。となるとですね、えー、最初に私は申し上げた 人間国宝っていうのはそんなに偉いのかと言われると、えー、個人としての価値評価を与えるのが人間国宝でないのであれば、えー、人間国宝は偉いというのは、えー、すごくあの言えなくなってしまう、えー、その時にはあ大変びっくりした質問だったんですけども今思えばあの方の発言も、えー、ある意味非常に しかしですね、えー、ちょっとまた現実的な話に戻りまして、えー、じゃあ人間国宝というのが7月22日に文部科学大臣に答申をいたしましたがこれいつ人間国宝になるか重要無形文化財保持者確保認定にいつなるかといいますと、えー 文章にも載っていたんですけど文化庁の文章にも載っていましたが漢方って、えー、こちらですね、えー、国が行っているものを、えー、国民に告知する、えー、日韓の,あの情報誌機関誌ということなんですけどもこの漢方に載った時が人間国宝になった時だそうなんです。 でマスメディアはです、ねえー、とこの漢方にいつ乗ったからこの人が人間国宝になりましたとか、えー、重要無形文化財、えー、あの保持者かっ認定になりましたということを言いませんので取り上げてくれませんので、えー、これから人間国宝になるであろうという予告で終わっている。 文化庁の方に聞いたところ大体いい9月から10月にかけて、えー、漢方告示に乗るので、えー、その乗った日があの人間語法になった日になっているということでした。で、えー、じゃあその人数ですけれどもここから能楽界に見る重要無形文化財のお話になっていきます。で重要無形文化財の農学 これは総合認定の保持者ですけれども、つまり日本の学会に所属している構成員が何人いるかっていうことですねえ。2020年7月の記録がありますので、2020年7月は547名でした。で、それまでの延べ、人数を数えると1013名だそうです。そして重要向け文化財の？ 公認というの保持者ですね人間いわゆる人間国宝ですけれども昨日現在ですね9名ですで、延べ人数として今まで45名の方がいらっしゃいましたその9名はどういう内訳かっていうと脳のして方主役が3名友枝昭先生ですねあとお二人いらっしゃいますそれから脳のき方脳の林増え方 という立場のそれから脳生やし方の小包み方が、えー、お一人大倉源次郎先生ですそれから大包み方がお一人、えー、それから太鼓方がお一人三島源太郎先生ですねで狂言方が3名いらっしゃいます、えー、10月にお越しいただきます山本藤次郎先生 それから狂言鑑賞会にご出演くださる野村万作先生そのお兄様の野村万先生と全員で重要無形文化財確固認定保持者というのは9名しかいないそれから能楽協会という職業的に能狂言を演じている方の団体の現在の大体の会員数が1,100名になります。 でそのうち9名だけが人間国宝ということになりますとやはり選選びに選ばれた人た人ちととといいうことが言えると思います納捨方の人間国宝死亡解除といって亡くなったことによって重要無形文化財の認定が解除された人がこれだけいらしてそして現保持者が巴田清先生と かつて梅若元庄先生と言ってらっしゃいましたけれども大月文蔵先生と主役を演じるして方は現在3名いるということが出ています。で脇方笛小鼓大鼓太鼓狂言方と人間国宝の先生方がいらっしゃるわけですけれどもそのうち太字で書いていらっしゃる方は、今ご存命の方です。 大倉源次郎先生と亀井忠夫先生と三島源太郎先生それから狂言方の野村万先生万作先生養成山本藤次郎先生ですねえしかしですね先ほど横光先生の文章にあったように現在の指定制度はあくまで芸能や技法そのものの価値の表示に目的があるのであって個人の功労に対するねぎらいとか表彰とか個人の名義を表すとかそういった えー、将軍的な意味では全然ありませんというのを踏まえますと、この実は人間国宝という名称をなぜ使うのかということになるのではないかと思います、えー。例えば建造物とか美術品は国宝。それはその建造物や美術品に対するあ,のある意味評価として国宝とって。 いるんではないででしょうかですので有形の国宝とそれから無形である人間国宝というのを同じような国宝と考えてはいけないんではないかなと思いました。じゃあ何で人間国宝というかというとですねあれは当時新聞社がつけたニックネームと聞いております。でも多分重要無形文化財、えー 五認定保持者と言われても何かイメージが湧きにくいですよね。人間ご法といった方が何かあの技芸に優れた人があの選ばれたんだろうというようなイメージが湧くのではないかなと思います。えー、そしてですねあのその芸能そのものの価値の表示に目的があるのですから。 後継者を育成するというのが大きな仕事になります。人間国宝の先生方とお話ししていますとですね。大変人間的な魅力を感じます。芸に対する探求心とか、新しいことを受け入れる柔軟性。それからご自身の芸に対する誇り。そしてですね。後継者を育てる責任感。 というのを感じます、えー、そんな意味で、えー、立派な芸術家と言えると思います、えー、なかなか私にとっては話しながらうまく整理ができないなと思いつつ話しておりましたが、えー、少しお分かりにいただけましたでしょうか、えー、以上が人間国宝とは何かについてのお話でしたそれではですねセンター50年の足跡というのを 少し追っていいいきたいと思います、えー、まず農学資料センターの特徴ということですけれども、えー、農学ですね農と狂言に特化した研究機関である、えー、大学で農学の研究機関を持っているのはあとは法政大学ですね法政大学の方は今年70周年を迎えるということですので20年先輩になります で法政大学が古い時代の能楽を中心とする専門の研究所であるとすれば能楽資料センターの方は近現代の能楽を中心として研究したりあるいはアーカイブですね上演プログラムや映像など縁能活動とリンクする形で資料を収集しております。 また学生や学外の方へのレファレンスもしておりますので教育機関の一部も担っていると思います。それから啓蒙普及活動ですね公開講座狂言鑑賞会の開催あるいは出版社などへの資料や助言などを行っております。で農学資料センターの50年なんですけれども、えー、1972年に創設されましたので でそこが早々期そして転換期が1996年発展期が2002年この発展期のあとずっとどうなっていくのかなと思ったところで4番の変革期というのを設けました。 皆様ご存知のように2020年コロナ感染拡大が始まりまして世界中が大変革をせざるを得なくなった農学というあの芸能に携わる研究機関も変革せざるを得なくなったということになるかと思います。 で早々期ですね1972年に創設されまして2年後の1974年4月に資料公開がされました2号館の入り口にこんな手書きで農学資料センターさんが入り口なんていう縦看が立っていたりしますそして顧問が時前丸先生ジャーナリストであり歌人であり国文学者であり新作の作者です それから古川久志先生安藤常次郎先生増田昭造先生小林関先生助手に加藤歌子さんがいらっしゃいますで50周年を記念する意味というのをこの資料を作っているときに少し考えました、えー、戦後50年というのがですね一時いわれていた時代がありますえー、と1995年ですね終戦後50年 戦後を振り返るというような企画があちこちで行われましたその時私はちょうど「平家物語」の講座を受講しておりましてある「平家物語」の研究者の先生がですね50年っていうのが関係者の人々がいなくなる時間的なスパンであってだから50年を振り返るというのは重要なんではないか。 というのは平家物語というのも平家が滅んで50年経ったあたりで平家物語が編纂されたとおっしゃったんですね。でその言葉をこの資料を作りながら思い返しておりました。というのは顧問運営委員の先生方ですね今年3月に最後までお残りいただいていた方がお亡くなりになった。 でこの立ち上げた実際の運営に携わった人たちというのが本当にいなくなってしまったああ、50年というのはこういう意味があるんだなと思いました、えー、50年存続したことに対して、えー、今日大学であったある方から50周年おめでとうございますとお祝いを言われました、えー、それと同時に50年の早々期というのをもう実際にし ってていいる方がななくなってしまう、えー、そんな時に記念の,あの催しをして、えー、50年どういうふうな歩みをしてきて、えー、それを踏まえて今後どう発展していく,いくべきかっていうのを考えるというのがあのこの50周年の意味なのではないかなと思いました。で、えー、農学資料センターの特徴というのはですね 顧問や運営委員の研究や創作の着眼点というのが、えー、そのままセンターの運営に反映されているところです例えば農協原の演劇性ですね農協原を文学的に研究する方が多い中で演劇としての農協原というのを非常に尊重している、えー、時前丸先生のように新作のを創作していらっしゃる方もいる それから農学資料センターの強みは狂言の研究を非常に熱心に続けてきた。それが狂言鑑賞会に結実しているんだと思います。それから法政大学と、まあ、ある意味時代的なすみ分けをしていますけれども現代に生きる農狂言の姿を、えー、あの研究しようというところがあります。で、えー、農学資料センターの転換期は1996年。 研究が充実してきまして農学資料センターとといううののをあの本のような形でで発行することができましたそれまでは本当にリーフレットのような状態でしたんですけれどもこの農学資料センターの機関誌をですね「記用」と名付けたのは時先生ですねいつか本として出版できるような願いを込めて。 今は簡単な報告書かもしれないけれども起用と命名しようと言ってくださったそれが実現したのが1996年ということになりますそして2002年が発展期ということなんですけれども、えー、啓蒙活動が推進がだんだん充実してきた例えばですね組み立て式の能舞台が完成いたします それから狂言鑑賞会がこの組み立て式の舞台を使いまして2005年から行われるようになりました。それからセンターの研究としては近代能楽史を解明するあるいは能狂言を普及させて観客がいて初めて成立する能狂言それを支えていきたいというふうな姿勢がございます。それからですねもう一つだんだんコロナ禍になる前ぐらいから 競争的な外部資金を獲得せよというのがどこの大学でも言われていますが、農学資料センターでも応募して採択されるような研究をしてまいりました。で、これはノードラマという1966年にあの外務省が作った映画なんですけれども、これについて研究いたしました。 それからセンターの研究としては例えば監視用のための補助ツールですね音声ガイドや字幕というのを研究してそれを実際の講演の時に皆様にアンケートを問うなんていうこともいたしました。それから変革期ですけれども世界中が大変革期になった2020年ですね。 この時にどうしたかというと何か、えー、よく知らなかったからだと思うんですけども私は公開講座は毎年やっていますので今年もやるんだと当然なんだと思ってしかし配信でやろうと無謀にも思っていたし,しまいましたこれがとても大変でしてチラシに宿泊バッ舶を 鋭意努力悪戦苦闘なんてチラシにこんな4文字熟語を並べたんですけども配信がいかに大変かっていうことが分かりましたが、まあ、でも皆様がコロナ禍でステイホームしているときにお届けできるような脳狂言から何かメッセージがないかといったときに配信というものを考えてみました。 それからですね、あの経元鑑賞会も配信いたしまして、えー、もしかしたらこのチラシもどこかで見たことがあるかもしれませんが、よくよく見ていただくとなんか感じが変じゃないですか。<laughs> 実はこれはですね、中国語によるチラシになっております。えっ、ー、と映像を配信するってなった時に、えー、狂言ですね、うつぼざる狐ねずか。 それから「三日月茶壺」それから「ふくろう」という5曲を山本藤次郎家のご協力によって無料で一般に公開しておりますがその時に同じ配信をするんであれば日本語英語中国語で字幕を行ってみようというその試みをいたしましてこのチラシは中国語の表記になっております。 で例えばフクロウなんてですね「ホウホウ」っていうフクロウに取りつかれちゃったっていうス,あのストーリーですので「ホウホウ」っていうフクロウの鳴き声をするんですけども、えー、中国語では動物の鳴き声を表す、えー、擬音語がないなんていうことがありまして実はあの翻訳をするというのは、えー、皆様に対して狂言を親しんでもらう世界中の人に親しんでもらう。 それ以上に私たちが狂言の台本をどう翻訳するかそれのあの勉強にもなっているなと思ったりいたしましたまあ早歩きで農学資料センターの50周年についてお話しいたしましたがこれから友枝昭雄先生のお話を伺うときにまた資料なんかを使って で、えー、少し資料センターの足席なども、えー、資料の中でご覧いただけるのかもしれませんご清聴ありがとうございました